アバシリバス、バ,バス株式会社、アバシリバスは、北海道アバシリ市に本社を置き、バス事業などを行う企業である。1962年、昭和37年により、名古屋鉄道、名鉄が、資本参加し、名鉄グループの一員であったが、名鉄保有の株式は2012年、平成24年4月2日付で、アバシリ市に本社を置く。 エンターテインメント事業の多橋へ譲渡され、約半世紀ぶりに地元資本による運営となった。会社の流れとしては、1936年、昭和11年に、網走在住の有志が設立した、三共自動車株式会社が最初、網走市街線を運行したが、1943年、昭和18年に、北海道における旅客自動車運輸事業統合用、 いわゆる戦時統合により、北見の利合い自動車株式会社、後の北見バス、北海道北見バスの前身へ統合され、その後運休となった。1949年、昭和24年6月には、網走商業組合より、バス企業設立について提案があり、北見バスより、旧市路線の復活と、将来の独立を前提とした網走市を中心とする。 免許以上及び新規路線出願の今日を取り付け、同年11月に北見バス網走営業所として営業を開始、網走市内線、甲、乙、ツ、ところ線の3路線が運行された。1951年、昭和26年に入り、北見バス監査役、網走バス設立発起人代表及び網走営業所従業員によって、 独立準備が急がれ、その前提として、同年4月に北見バス、波走支社を設立し、美ホ路・小清水・ズ、里方面へ路線を拡大した。同年10月に北見バスと、網走バ,バス設立発起人代表の間で業務の譲渡・譲り受け契約が成立。1952年、昭和27年1月25日に、網走バ,バス株式会社として、 設立登記が完了。独立会社として営業を開始した。すべて北海道に所在一部の停留所では、しり観光交通の時刻を併記するが、乗車券類は運行会社発見分のみ、使用か。都市間バスは全車にエアロクイーンが用いられる。独立3列シートで、後部は4列となる。一般路線車は1987年、昭和62年から2002年、 平成14年まで5年に一度のサイクルで、有毛線に新車を導入ており、余剰車は、た路線に転用していた。赤色と白色のいわゆる、名鉄カラーだが、色面積や、全面デザインが多少異なる。ラッピング広告車両もあり、目満別空港線には、一般路線車や、エアロスタージ家用マスク車が使われていたが、リムジンバス使用車の譲渡を受け、 知床エアポートライナーと共に専用車とする。一般路専用、都市間用を合わせた路線バス車両は2017年、平成29年3月31日現在で41台、保有する。1995年、平成7年により、釧路バスと共同で、釧路線、特急流氷号を季節運行していたが廃止され、札幌線1路線の運行となっている。 愛称名は、ドリーム、ミント、北見の名産、オホーツク海、アワシリの海を由来とする。1991年、平成3年5月30日に、夜行便を含む4往復で、運行開始。安価もさることながら一人がけ独クリシートの採用や、北見から札幌では、特急、オホーツクとの所要時間差があまりないことから平日でも、増車する好調な滑り出しを見せ、 翌1992年、平成4年4月25日から7往復、うち、北見始発札幌行1本に増やされた。当初は、JR 北海道や航空便を運行する、日本エアシステムは、乗客転移の影響を受けたが、近年では安価なバス、時間に正確な JR、早い航空便と、客層や目的によって、住み分けがなされている。繁忙期臨時便の運行を経て、 1999年、平成11年7月16日より10往復、うち、北見札幌1往復運行する。途中停留所は、北見バスターミナルのみ、校舎専用は、札幌行の時計台前、北二条西三丁目、網走行の網走駅前であったが、1997年、平成9年4月1日より、ビホロ、北見バス、ビホロ営業所前、 2004年、平成16年4月1日より、目満別西通り、同年10月3日より、菊水元町7条、札幌市白石区。札幌行公社専用、2009年、平成21年4月1日より西7号線、北見市。北見、網走行公社専用を新設。ビホロテ流所は1998年、平成10年12月1日より、 美幌駅前ターミナルに移設された。北見、網走行は路線開設以来札幌ターミナル始発で、札幌駅前ターミナルは札幌行の終点として校舎のみ扱っていたが、2016年、平成28年4月1日より、中高便のみ、乗車扱いを開始した。開設当初から国道39号、関北峠経由で運行され、高速道路、 自動車専用道路は、旭川門別自動車道上川総運橋 IC、道自動車道札幌 IC 間を利用する。旭川門別自動車道のオホーツク管内側は、順次延伸しているが、記事が出た当時は、マルセップ IC、経路変更は、走行距離の面などから2011年時点では、計画されていない。中便は、上川町の観光センターで、 休憩時間を設定していたが、リク観光センター都合により2012年、平成24年12月1日から変更となり、通年二人乗務便の八往復は、同自動車道のピップオーキ P となった。一人乗務便の一往復は、同日より、ピップオーキ PA、網走行、リクマン観光センター、札幌行と北見バスターミナルの2カ所となっていたが、2013年、 平成25年度より、柿ダイヤ期間は、道北場総運橋ターミナル、総運橋観光ビル1カ所、陶器ダイヤ期間は2人乗務で、多便と同じ所要時間、ピップ大雪 PA で休憩となる。利用客は初年度の約7万9千人から1997年、平成9年度には約17万3千人に増加。1998年、 平成10年度からの8年間は15万から16万人台で推移していたが、2006年、平成18年度は約18万8000人と2万人以上増加し、2007年、平成19年度から3年間は19万人台で推移。2010年、平成22年度は18万3483人であった。特に夜行便の需要が増加しており、 JR 北海道の夜行特急列車が季節運行化された2006年、平成18年及び完全廃止された2008年、平成20年と増加時期が符号することから JR から乗客転移があったものと分析されている。2007年、平成19年5月20日より、斜里線と小清水線の一部区間で実施していたフリー、高車制適用範囲を拡大。 しり市内線長福区間、しり市街が朝の通学時間帯となる便、目満別空港線ととこやポートライナーは対象外となる。所線は、北見バスしり営業所持の1949年、昭和24年11月から60年以上に、渡って運行される、しりバ,バス原稿路線では最も歴史ある路線。二見ケオカ経由や床の蓄経由。 1975年、昭和50年7月から、柿台屋のみ、サロマコ栄浦まで延長運行を行っていた。有毛線運行開始と同時に1977年、昭和52年7月に開設された能登の漁港、経由旅発着に一本化されていたが、有毛線廃止によりサロマコ栄浦線が通年開設された。発の一部は、エコセンターを、 学生登校日に運行する、ところ始発便は、紅葉団地中央を経由する。有毛線は1987年、昭和62年3月20日に運行を開始した、国鉄有毛線廃止バス代行路線。かつては、サロマを経由せず、国道238号を直行する急行バスの、イ岩経由も運行されたが2002年、平成14年月をもって廃止され、 サロマ経由に一本化されていた。運行補助金が増額傾向であることから、沿線市長などで組織する協議会で、協議の結果2010年、平成22年10月1日付で廃止され、網走式上市所町、サロマ町内、サロマ町ふれあいバス、優別町内、優別町 A バスに分断されている。1996年、平成8年6月より、 オホーツク・シレトコ線、冬のシレトコライナーとして、季節運行を開始。シャリバスが、同区間で、シレトコエクスプレスを、競合運行していたが、2008年、平成20年4月28日より、共同運行を開始。シャリバス管理のバスターミナルにも乗り入れ通年運行となったが、2010年、平成22年度当期より、下記、流氷観光期のみの運行に戻されていた。 ウトロ温泉午前発とメマン別空港午後発は、ウトロ温泉主要ホテルを、カキダイヤの知床観光船運航時間帯は、観光船乗り場を経由する。ウトロ地区内装古間を除き区間乗車も可能だが、両社が発行する回数乗車券や定期乗車券は、運航会社に関わらず使用できない。2011年、平成23年7月1日のシャリバス運賃改定に同調したが、 アバシリバスが単独で運行する路線では、据え置かれているため、同区間であっても運賃が異なる場合がある。1960年、昭和35年6月28日より、ビホ路線が立ち寄る形で運行を開始。1985年、昭和60年の新目満別空港開港に伴い、旧目満別空港線を廃止し、新目満別空港線となった。かつては、 快速便として運行されていたが、現在は各停留所に停車。しりバ,バスターミナルしり駅前間は、北海道道23号しり停車場線を直行していたが、2006年、平成18年10月1日より、美ホ宣言ウィンとして、国道39号のしり市長、現、おほうつく合同庁舎経由に変更されている。航空便に接続運行するが、 空港以外の停留所総互間でも乗降でき、航空便発着時刻近接時は合便となる場合がある。1月20日から3月の再標線、運行時間帯は網走道の駅発着となる。1951年昭和26年4月1日運行開始。宝徳線直通や旧目万別空港経営などが運行され、 ビホロ営業所設置時は大白便も設定されていたが、1995年、平成7年10月8日のビホロ営業所廃止後は、日中に折り返す運用となっている。1993年、平成5年5月2日より、車里線、小清水線との直通系統を設定。2012年、平成24年10月1日より、目満別空港経由便が設定されている。 1963年、昭和38年10月26日には、北見バスと、相互乗り入れで、北見線の運行を開始。北見バス主幹区間となる美ホロ・キタ間、北見バス便は、阿波尻バス主幹区間となる網走・ビホロ間で、急行運転を行っていた。2001年、平成13年4月1日に廃止され、美ホ路線に振り返られている。 1951年、昭和26年4月1日運行開始。1981年、昭和56年夏季までは、川湯線直通便。1993年、平成5年5月1日までは、ポンモイ経由も運行されたが、現在は1979年、昭和54年4月20日に、開設されたつくしけ急経由で運行され。 通学時間帯の便は、南港前を経由。2015年、平成27年12月14日より、小清水発始発便に、公予団地中央経由の設定と、小水大白便の廃止が行われた。車里線、網走駅前小清水線と、同経路から18線から12線やむ別入り口、大栄小学校前から、車里小学校前から、 シャリ高校知床シャリは1951年昭和26年4月1日に網走シャリ港町間の運行を開始。開発前、シャリ橋経由で運行され、1967年昭和42年3月3日に終点をシャリ駅まで延長。1976年昭和51年12月24日に豊倉シャリ小学校経由が新設された。 1995年、平成7年5月1日には津久市気球経由が開設されたが、5ヶ月後の10月8日より、早朝のポンモイ経由、網走しがいますうらま国道244号を直行一往復のみの運行となり、それ以外の時間帯は、小清水線と同時に開設された、小車線、小清水営業所から18線知床車里を18線乗り換えにより、 直通運賃適用とされた。2004年、平成16年2月1日より早朝以外の運行を再開し、商車線を廃止。1992年、平成4年10月22日にシャリ橋経由。2004年、平成16年2月1日にポンモイ経由を廃止。2018年、平成30年に国、北海道からの運行助成が見込めなくなったことを。 受け沿戦時地体等で、協議の結果、同年6月1日付で廃止となった。同日より、シャリバスが、シャリ町単独補助によりシャリ網走り間を運行する。両路線とも1993年、平成5年5月2日より、北見線、廃止、美保路線との直通系統が設定される。1967年、昭和42年10月2日に、 アバシ市内線をつくし気球団地まで延長し、運行を開始した。団地造成などにより、運行経路の延長、変更が行われ、北海道アバシリ公高等学校が、紅葉地区に移転したには、紅葉団地発着系統を新設している。統合並行により2008年度以降は、同一に、北海道アバシ慶応高等学校が所在。2003年。 平成15年4月1日に、病院循環線、つくし気球団地おみ団地桂気球あばしり駅前を開設。日中は、大型車が通行禁止となる道路を走行するため、専用に、三菱不装、ローザーが用意された。2006年、平成18年12月3日に廃止され、経路変更の上で、しり市内、コミュニティバスに振り替えられしょう。 中型車限定運用はなくなっている。2010年、平成22年4月4日より路線名を、お買い物バスに変更し、朝の網走駅前後を除き、駒場八丁目発着に短縮すると同時に、公用団地系統を新設。2000年、平成12年11月23日より、試行運行された、団地循環線、お買い物バス。 つくしけきゅう団地駒場塩しおみ団地駒場からつくしけきゅう団地との関連はなく、試行運行時に行われたお買い物バス専用停留所の設置は行われていない。1974年昭和49年3月8日にしおみ団地線しおみ団地あばしり職業訓練校現対局の運行を開始。1978年 昭和53年10月31日より、朝日ヶ丘団地経由便も運行された。1983年、昭和58年10月31日には、紅葉団地線、東三丁目網走紅葉団地の運行を開始。1990年、平成2年5月13日に両路線を統合し、塩見団地線、塩見団地東三丁目網走紅葉団地となった。 1995年、平成7年10月8日には、マスウラ、ハゴロモ団地線、ハゴロモ公園、塩見団地東3丁目、阿網走北山上保健センターの運行が開始されたが、塩見団地線との重複区間が多いことから、統合され、現在のハゴロモ、公用線として運行される。塩見中央発公用道食住宅用の一部は、おホーツク合同庁舎前より、 アバシリ駅前を経由した後に、紅葉気球へ向かう。東京農業大学オホ付キャンパス開設に伴い1989年、平成元年3月27日より運行開始。塩見団地線との経路重複を抑えるために塩見四丁目経由に変更されている。浅日川家団地経由は2006年、平成18年4月1日に一度廃止されたが2010年。 平成22年4月4日に再開、同時に紅葉団地系統が新設された。1957年昭和32年6月12日より運行される観光路線。1965年昭和40年10月14日より予備と大感山経由も運行されたが1975年昭和50年の運行をもって廃止されている。 1982年、昭和57年度より冬季運行を開始。通年運行化を経て1997年、平成9年よりに追和線、商工線との循環運行となった。2009年、平成21年度には、再度季節運行化されたが、2010年、平成22年度からは換算期の平日のみ、運休する、通年運行に戻されている。 もよろか塚の見学再開に伴い2013年、平成25年4月29日より、国道39号のもよろ入り口経由となったが、翌年度より非経由に戻された。1991年、平成3年1月15日の網走流氷、観光再標線就航に合わせて、運行を開始。再標線運行期間のみ運行され、一部を除き、テント山線と直通する。 2009年、平成21年の再標線乗り売店に伴い、網走道の駅、道の駅流氷街道を網走発着に短縮された。一定の人口がありながら、バス路線廃止により公共交通が空白となった地区においての需要把握を目的に、網走市が運行主体のコミュニティバス試験運行として2012年、平成24年12月1日から運を開始。 2013年、平成25年3月31日までの予定であったが、同年9月30日まで延長し、同年10月1日より、アバシリバス自主運行に切り替えられた。年間の平均乗客数が2人で従来車では無駄ではないかとの指摘があり、2015年、平成27年12月より、定員10人のワゴン車を導入。再工場のほか、 従来車では走行不能となることもあった降雪により狭くなった住宅街道路走行などが期待されている。西城町地区南十条西木町海岸などは1964年昭和39年10月26日から1998年平成10年10月14日まで車止め内線が海岸町地区福祉センター前 北十二条などは1956年、昭和31年5月23日から2006年、平成18年3月31日までに追和線が運行されていた。定期観光バスは1965年、昭和40年12月24日に運行を開始した網走国定公園めぐり、国定公園定期観光線が最初である。 以降も網走国定公園巡りを中心に運行されたが、1984年、昭和59年の運行をもって、県政花園コースなどが廃止されるなど順次、縮小された。1996年、平成8年6月15日より、オーロラマリンコース、知床定期観光船。1998年、平成10年6月1日より、パノラマライン、知床。 ュ臭定期観光船を運行するなど、知床国立公園方面への拡大も見られたが、現在はいずれも廃止されている。最後まで、しり国定公園巡りとして運行された、流氷バスは、祭氷船に、のろっこ号に振り替えたが、流氷のろっこ号の、運行終了と同時に終了。2018年、平成30年は、定期観光バスとしての運行はなく、旅行商品となった。 1988年、昭和63年2月1日より、流氷観光期に、オホーツク流氷ロードバスとして、北門バスと共同で、新記郎号、網走門別、シャリバスと共同で、オーロラ号、網走ウトロの、周遊バスに路線の運行を開始した。現在は、東北海道エクスプレスバスとして、道東地区の当期周遊バスが一括して、取り扱われる。 2006年、平成18年夏季には、アカンバスが単独運行していた、アカン号、アカンコ行、知床ウトロ号、ウトロ行、ウトロ網走ビホロ川ゆてしがアカンコの運行に参入し共同運行を開始した、網走バ,バスはこの年のみの運行で撤退している。貸切バス事業は通常は、北見運輸支局管内、釧路運輸支局管内、帯広運輸支局管内、 札幌運輸支局管内及び、苫小牧市での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による、有料業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。同等地区事業者10社で組織する東、北海道貸切バス事業共同組合に加盟する。2007年、平成19年と2008年、平成20年に、 北海道旅客鉄道が行ったデュアルモードビークルの試験的営業運行では道路走行部分の運行委託を受け貸切バスとしての名義は網走バ,バスが登録していた。2017年平成29年にはウィラーより1階が厨房2階が客席となった食堂車仕様の2階建てバスを借り入れ 北海道レストランバスとして7月下旬から8月中旬までは、網走エリアで、8月中旬から9月までは、札幌エリアで、網走バスによる主催旅行として再行された。2018年、平成30年は新たに、函館エリアでも再行された。貸切車は23台保有する。1980年代初頭までは、名鉄カラーで導入され、 郊外線共通車両などが導入された。1980年代は白いボディに紫色と紅色のラインが入ったバスセンターカラーが大多数占めていたが、1990年代より白いボディに赤の波線が入ったオリジナルカラーが運用される。オリジナルカラー車には名鉄グループロゴが入れられていたが、後年導入車や塗装変更車では省略されていた。 名鉄グループ当時は、アバシリバスを含めた三社で、アバシリ名鉄グループと称されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。